はい、どうも皆さん、こんにちは、ブルサスです。というわけでガチエリアで初めてマンタマリア号をやっていきたいと思います。ちょっとライブとかなんかその後諸々の余韻が残りすぎて、動画撮るあれがモチベーションが少ないです。いやー、あのね、この3日か4日間かな、なんかすごい楽しくて、個人的に超リア充してた、超楽しい。あ、そこなんだ。あら、ラピブラか。ラピブラちょっと嫌いよ俺。ナイス。リッターもうちょっと前出て、あの高台から撃った方がいいと思うよ、ここだったら。でこれね、内側に攻められたらすごい困るんだよね。まあこうやってね。あら、届かんかった。飛ぶか。ちょっとスプラトゥーン最近やってないからさ、純粋にやってないから、もう分かんなくなってきちゃった。おっと、あ、浮いたか。必戦闘士かな。香り入ったね。まあ君に一回飛んで、言うのが遅えよバカ野郎が。ほんとはあ、一人立ってるでアーマー貼られたからちょっときつめかな。カーボンで俺になんか立ち向かおうってのがまず、あら、ラビブラか。あ、でもカウント一応リードは知ってるんだね、ギリギリだけど。まあ、20秒なんてすぐ取れるからね、ぶっちゃけ。上か？あ、上か、やっぱ。カウスト入ったね。エリアがね、一番困るんだよね俺。ギアがね、わかんないから。ナイス、うまい。これどこ2つあんの。あ、エリア2つあるんだ。今気づいた。あの、ここの真ん中を含んだ、あの、列かと思ってた俺は。違うんだね。待って、それはね、きつい。まあ大丈夫か。センサーでそこに一人いるね。待って、それはね、それなんか今の人必死だったな。すごい必死な顔しながらやってたよ今、なんかキャラクターが。いないか。で多分こっちに向かって撃つから、こっち側行っといて。インクがないか。待って、無茶しちゃいけないよ。だから行ったのに。カウリされたか。エリアが一番嫌い。なんだこの現象は。あと20秒でしょ。使うわ今。
ン濡れないんだね。あー裏にいる。やっぱり今チラッと見えたんだよな、さっき。よし、じゃあやっていきましょう。やっぱねスプラトゥーン最近やってないからすごいなんかやり方わかんなくなってきた。今ね普通にやったら S 帯だわ多分。ガチエリアなんてさ ほぼほぼ縄張りみたいなもんだから俺マジで苦手なんだよ。またラピブラいるじゃん。あぶれ、3人落ちで後方復活してくれた気が。どうだ、来たね。で張って待ってね、一回引いてから戻るよ。 OK、上に投げといて、ちょっと潜伏しとこうか。一人あそこいたけど落ちたね。もうこれ何もすることない、もしかして。多分何もすることねえわ。ナイスー。なんかやることなかったな俺。ただあそこの空中のところでずっとヒョロ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 してただけだったけどね。こういうこともあるんだね。